と、ミシ、マホ、チェゴでーす。はい、ということで本日はマホの毎日メイク。1年前にも毎日メイクを出したと思うんですけど、そこから変わったのかな、ちょっとまあわかんないので、変わったかどうかは前回の動画を見てください。結構肌荒れとかすごいニキビ跡とかに悩んでる人は多分参考になると思うので、ぜひ最後まで見てってください。ということでレッツチェゴー。はい、まずは私が使ってるカラコンは三上優愛さんがプロデュースしてるカラコンなんですけど、これね、色がめっちゃ可愛いの。こんな感じつけていきます。うえ、でカラコンはこんな感じです。めっちゃ発色可愛くない？このジェルスチュアートの紫の化粧下地をまず塗っていきます。まずはね、ここにこんくらい出して、なんかこれはすごいツヤが出るやつなの。ツヤを出したいところに塗る。だからほっぺとかなんか鼻とかここら辺とかをちょっとまず手でこう伸ばします。次はこちらの2つを使います。紫の方は全体的にトーンを明るくするために塗って、この緑の方は赤みがあるところに塗っていきます。そしたらこのロージーローザーのスポンジを、こちらのルミヌグローミストローションをシュッシュして、水含ませて、まあ、手で馴染ませてポンポンします。めっちゃトーンアップしたでしょ。続いてこちらを赤みがあるところとかニキビ跡のところに塗ります。こんな感じはい、これもポンポン伸ばします。これさ、マジで白くなるんだよね。ちょっとつけすぎた。やばいやばいやばい。お化けみたいになっちゃう。めちゃくちゃ白いんだけど、大丈夫。こっから馴染ませていきます。あと、首もこうやって。首とね、ここの差がすごいできちゃうので。まあ、後でも塗るんですけど、こういう風に一回首も。下地終わったらこの VDL のファンデーションを塗ります。ワンプッシュ、いやツープッシュくらい、このくらいやったら、このロージーローザーのパフのパフでこうトントントンってして、まずはほっぺからこういう感じでほっぺから外に伸ばして、そしたら続いてコスメデコルテのフェイスパウダーをこのロージーローザーのブラシでチューってやります。これね、めちゃくちゃ粉が飛ぶの。ほら、え、怖いのよね、いつもやるのが。これを少し取って、ここにちょん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 ってでぐるぐるして、やっばマジで、うわっ。首にもこうやって塗ります。トーンを明るくさせます。やばい、死んだ。周りが粉粉だらけ、ね、いつもねこれやってね、パパに怒られるの、魔法。はい、次眉毛、セザンヌのノーザンドアイブロウパウダーコーラルブラウン05番、もう全然ないんですけど、こういう風に眉毛を溶かして毛並みを揃えたら、まずここの色をこの細い方の腕で取って、チュッチュッチュッ。最悪。まずはこっち、こっち側をこう描きます。まあバランスを見て、こっち側もこういう感じで端っこ側からこういう風に描いていきます。だんだん中央の方に。次この太い方でこの薄いところを取って、眉頭をちょっとシューシュー
シュー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 。すっごいわからない。そういう時はこれでぼかそう、これでぼかそう、ぼかそうの回よしとしましょう。こんな感じでやりましたら、キスミーヘビーローテンションの10番ピンクアッシュを左右に乗せます。まあね、ちょっとこの間眉毛を染めたので家で、だからちょっとワントーン明るくなってるけど、眉マス終わったらアイシャドウはキャンメイクのシルキースフレアイズマットタイプ M04 番。これすっごくいいよ。とまずはこのピンクのところをこの筆で取ってアイホール全体に塗っていきます。こういう感じで全体に広げます。反対も同じように全体に広げます。はい、こんな感じで塗ったら下まぶたにも塗っていきます。はい、でこういう感じで、下まぶたにも塗り終わったら、今度はこの濃いところの色をまぶたのここら辺に入れます。で目を外に外に横に大きく見せたいので、暗い色をこういう風に塗っていきます。反対もか、まあこういう感じ、結構ざっくりしてる。濃すぎたら手でぼかす。で、まあ、余ったのでこういう風に全体的に広げます。こんな感じで塗れたら、このロマンドのキラキラのまずここの部分を指で取って、ここにつける。こんな感じ。次はここと、次はこことここの部分をどっちも指で取って、今度は全体的に上目に塗る。上上上。あ、すごいすごいすごい子が来た。すごい子は、なんか上にめっちゃキラキラだよみたいなのを見せたいので、こんな感じで塗りました。ラで、いつも涙袋はこのアイムミミスティックシャドウシマーのこの02番か03番か気分で変えてます。ちょっと今日はじゃあピンクにしようかな。このピンクのこういうスティックのシャドウなんだけど、これめっちゃいいの。涙袋今すごくないでしょ。爆誕させます。この顔します。この顔しなくちゃみんなダメだよ。この顔して、であんま目の際から塗るとなんかちょっと変になるの。だからちょっと下から、こんな感じです。めっちゃ爆誕したよね。すごくない。で続いてはこのアイシャドウに戻ります。これね、眉毛描くやつなのかな。まあこんくらいの細い筆でこういう感じで、ここの濃いやつをこうちょん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 って取ります。そしたらこっからが大事です。筆をまずね、こういう風に立てるの。立てて先っちょの方を内側、先っちょの方を内側にして、この目の真ん中のここら辺、ここら辺からキューって、ここら辺からこう、こういう感じ、こういう感じ、こう。後でぼかすのでとりあえず、まあ、こういう感じ。まあここら辺はこうやってね動かしていく。で反対も、反対も同じようにこういう感じ。難しい、これ難しいんだよ。で、まあ、何度かこう塗ってぼかしていきます。こっちの筆で、まあ、こうやってぼかす、ここら辺を。
ちょびっと。こんな感じでなじませたら、この余った色で涙袋の線を描きます。それはこうね、こうこうこう、こういう感じ、こうこうこう、はい、こんな感じです。こんな感じでやってきたら、あともう一回、もう一回涙袋こうやる。これね、結構大事だよ。ほら、こうやると涙袋が登場してくれます。このセザンヌのチークをこの筆で取って、ほっぺのここ、ここら辺でなんか丸い感じで、こういう感じ。やばい、つけすぎた。こんな感じで塗りましたら、ちょっと鼻にもクククククなんか最近鼻にやるのもさ、可愛いよね。ちょっとちょっとだけ。そしたらシェーディングもセザンヌまずセザンヌ大好きなの、マホの01番、この筆で取って、見えないからあれなんだけど、こことかこことか、ここもう全部ね、こういう感じでやったりする。こうこう、まあちょっとおでこの、トゥトゥルトゥルトゥトゥルトゥトゥル、首にもこういう感じで、なんか首筋ですよみたいな、首筋ですって線を引いて、あと耳の裏もここ、結構変わってくない？やっぱシェーディングってほんとすごいよね。次はこのもともとついてた筆の太いところを取って、ここ、ここ。なんか最近ね、前よりメイクめっちゃ早くなったの。まつげをまつゆくにしたからっていうのもあると思うんだけど、すごい早くなったの。はい。そしたらこのちっちゃなところをトントントンして、こう。こう。できてんのもう分かんないわ、マジで。でなんかよく分かんないから、もう一回太い方でやる。あとここへ、なんか陣地を短くさせるんだって。ここ結構大事で、もうやりすぎちゃって鼻が長くなるんだよ。はい、こんな感じでノーズシャドウも終わりました。来ました、ディオン。大大大好き、もうずっとずっと使ってる。こことここでちょっと混ぜて、この鼻先にやる、鼻先、このこれは筆太いからちょっと立ててやってる。次ここね、目頭、目頭、反対も目頭、ここカーブ、くくくを描きます。そしたら次眉毛の上、まあ見えないけどおでこ、ここ真ん中で、あと口の、唇の上にお山を、お山さんを作るためにここいっぱい塗る。ここがさ、プルーンしてたらさ、口プルーンに見えるよね。あとこの下で、最後にこのピンクの部分を、あのね、ここにこう乗せると、うさぎです。私はうさぎって、で私まつげは見ての通りめちゃくちゃ上がってますよね。こちらはまつエクなので、コーティング剤をやっていきます。こういう感じで、こう束になるようにしたいので、横にギザギザやったり縦にしたり、本当に最高。こっちもいいよ、こんな感じで固めるね、固める。はい、上まつげ完成しました。今度下まつげはこのエレガンスの下地にデジャビューのこの細くて小さいやつをやります。このエレガンスの下地マジやばいの。マホが松井く時代じゃない時からすごい使ってるんだけど、
これ本当にやばい。ぜひまつエクじゃない人はこのエレガンスの下地をやってからまつげにマスカラを塗ってみてほしい。なんか前はさ、下地塗ってから乾かしてる時間があったのね。それをやめました。私卒業しました。急いで乾く前にこの細いブラシでギザギザギザって。でもなんか下まつげがさ、うまくさ塗れないんだよね。あとそもそも下まつげが全然ない。シーンで下まつげつけるやつ買おうかなって思ったんだけど、やめたジオ。こんな感じで下まつげ塗れたら、アイラインはヒロインメイクのスムースリキッドアイライナースーパーキーブ02番のブラウン寄りのアイライナーを使ってます。マホがいつもやってるのは下げてからちょっと跳ね上げるみたいな、甘くて可愛いんだけどちょっと強いみたいな、甘くて可愛いんだけどちょっとセクシーみたいな感じにしたいので、そういう風にやっています。目尻だけにまずは、でももう全然出ないのよこれが。目尻にまずは下に下げて、あ待って、むずいむずい。まずはこう下に下げる、ちょっとずつ調節して。やばい下げすぎた。最後こう上げる、上がれ上がれ、上がってる。こういう感じ、下に下げるんだけど最後上げる、ちょい上げちょい上げ。まあこんな感じでやったらアイラインすごく出ないので、私最近はキャンメイクのクリーミータッチライナー02番、これで上から描いてます。もう出ないのマジで。なんかさ、アイラインすぐ出なくなるんだけど、マジでさやめてほしい。もうオホさ、どのアイライナー使ってもすぐ出なくなるんだけど、こういう感じで上書きしてちょっと濃くなった、はい、アイラインこんな感じです。もうほぼ完成した。あとは最後リップ、リップはこちらファンからいただきましたマキシマイザー。もう魔法これがないと生きていけない、ほんまに生きていけないくらい大好き。結構口白いんだけど、もうこのままでいいの。これはまずね、なんか下地として塗ります。見てこれすっごい可愛くない？口をねこうやってなぞっていきます。そしたらもう一つこのディオールの新作、どうしても欲しくて買いに行きました。でも他にも可愛い色がありすぎて、もうテスターやって繰り返しても全然選べなくて、もっと他にも欲しい色がいっぱいあったんですけど、とりあえずこれを購入しました。内側にかわいすぎる。ちょっと手でこう。一旦一通り終わった。でもちょっと最後に、私はハイライト大好きなので、ここにももう一回つけて、この上にも。ここ。あ、ここやったの忘れてた。ここね。調節して、マホのメイクはまずお肌をすごいカバーしてマットに仕上げてからそのハイライトでツヤを出すっていうやり方をしてるんですけど、ダンスとかやってる人は絶対そっちの方がいいと思う。なんかツヤ肌とかさすごい憧れるんだけど、マホもでも実際ねツヤ肌にしたくてパウダーとかしなかったりするともう一瞬でダンスしてるとよれちゃうから、やっぱこのやり方が一番メイクがよれない。はい、ということでメイク完成。とりあえず髪の毛やってきます。はい、ということで髪の毛とお洋服着替えてきました。最初のメイクしてる段階で顔と首の差がめちゃくちゃあったと思うんですけど、私はいつもこれを首とか肩に塗ってカバーしております。やっぱり私は結構美白で白くいたいので、すごく自分の肌よりも何トーンも上のファンデーションを使うんですけど、こういう風にトーンアップする日焼け止め
とかがあれば全然カバーできるので、皆さんもぜひこれ参考にしてみてください。ということで、少しでも参考になったら嬉しいです。この動画がちょっとでもいいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターもやっておりますので、ぜひフォローお願いします。以上、チェゴでした。